こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。今回は和歌山県有田市を紹介します。有田市は和歌山市から約26キロ南に下った場所にあり、有田みかんが有名な場所です。まず訪れた場所は浜の打たせ、タチウオが名産の美濃島漁港に地元の農水産物を扱う飲食・産直施設があります。漁師さんの取れたて鮮魚が盛りだくさん。営業時間は9時から18時で水曜が定休日です。ここは港の交流スポットとして令和2年5月30日にオープンしました。海の恵みを感じられる場所をコンセプトにした漁港直営のマーケットで、美濃島漁港特有の活気や鮮度抜群の魚介を味わえる新たな漁港文化の発信と交流の拠点です。売り場に並んでいる魚がすごいんですよ。ここに並んでいる魚はお願いすると2枚おろしや3枚おろしまでの処理をしてくれます。スタッフの人も親切に対応してくれるので相談してみましょう。あ、ブリもいますね。この大きさで3500円はお値打ち価格ではないでしょうか。アラも必要かどうか聞いてくれるので、ぜひアラ抱きなどして食べてください。しかし種類がかなり豊富ですよね。ここで水揚げされる魚の種類は年間なんと300種類以上。中でもタチウオは漁獲量日本一なんです。このコーナーはすぐに食べられるように調理されたものが並んでいます。貝柱やマアジの刺身、ボイルされたタコなど美味しそう。ボタンエビ、ホタルイカなどもありますね。あ、アンコウが丸々一匹で売られています。その下にはエイ。これは普通のスーパーでは見ることができない光景ですね。他にも普段見ることができない魚がいっぱい並んでいますね。ちょっとした水族館レベルではないでしょうか。カマス、コショウダイ、コチ、カワハギ、ホウボウ。これは見ているだけでも面白い。タイだけでもこれだけの品揃え。大きさも価格も選べるので自分に合ったものを見つけられます。出た、大トロ。これもめちゃくちゃ美味しそう。マグロも取れるのかと思いきや、熊本産って書いてありました。でも筋カツオやマアジなどはここで取れた魚みたいですよ。シラスも有名ですよね。ここに来る道沿いにもシラスの専門店がありました。いっぱい買い込んで家で山盛りの釜揚げシラス丼、こりゃたまらん。あ、こっちにはイカが入ったシラスもある。その横には生姜入り生シラスの佃煮まである。これは今日の晩ご飯は決まりでしょう。こっちはカキ、サザエ、ホタテ、ハマグリ、カニなどがあります。あ、バーベキュー用のお肉まで売ってるんですね。至れり尽くせりですね。こちらは鶏肉が少しあって、他はいろいろなスイーツなどがありました。バームクーヘンとかめっちゃ気になりますよね。最上段にはさすが和歌山、みかんのジュースやジュレが置いてあります。他にもだいだいポン酢などの調味料関係です。どれもみかんを使ったものが並んでいて興味深い。和歌山で作られた地元の美味しい食べ物が並んでいて、和歌山って美味しいものがたくさんあるんだなって思いました。漁港ですが果物もたくさん並んでるんですよ。なのでここで魚も果物もジュースもスイーツも全部買えちゃう。ここはすごい場所でした。ここには打たせ食堂というレストランも併設されていて、
10時オープンの13時30分ラストオーダーです。土日祝は14時半まで注文できるみたいですよ。その後はドリンクとソフトクリームのみ買えるみたいです。ちょっとメニューを紹介しますね。季節の海鮮丼1780円、うたせ御膳2180円、寿司ランチ1780円、マグロ尽くし丼1780円、天然エビとタチウオの天丼1780円。さあレストランに入りました。まずは入って右のパネルで注文します。クレジットカードやピーピーなども使えるみたいですね。こんな感じで注文できるんや。写真でメニューを見ながら注文できるのでいいですね。いやーどれにするかめっちゃ迷うわ。テーブルはこんな感じで景色が見渡せていい雰囲気。平日なのに結構お客さんがいます。メニューは他にも浜の豚セット1780円、紀州しらす丼1280円、ミックスフライセット1280円、トッピングカレー600円から骨くてんうどん580円、骨くてんそば580円、骨くてん2個入り400円、ちびっこプレート800円。どれも美味しそう。外にもテーブルがたくさんあるので景色がいい日は潮風に当たりながら美しい景色と美味しい料理を堪能できます。いやー本当にこの場所に来ないと伝わらないんですが、のどかで本当にリラックスできます。海ってそういう不思議なパワーがあるんですよね。私たちもお腹が減ったのでどうしても食べたかった浜の浮かせで買ったお寿司を食べたいと思います。買ったのは海鮮巻き780円と鉄火巻き1280円。鉄火巻きってこんなに白かったでしょうか。中に入っているのは間違いなく大トロ、しかも結構量が入ってるんです。わさびを少し多めにつけていただきます。こっちは海鮮巻き、いろんな魚の刺身が入っていてお得感が半端ない。これは次回来た時リピ確定ですね。横並びのツーショットも撮ってみました。この大トロの刺しの入り方やばくないですか。見て見て見て、めっちゃ入っとる。大トロのプールみたいだ。あ、ちょっと晴れてきましたね。初めて来ましたが私ここがお気に入りになってしまいました。次はいつ来ようかな。浜の打たせを出て私たちは子供たちが楽しみにしているスポットに向かいます。さてここで有田市について紹介します。有田市はタチウオの漁獲量が日本一っていうのはお伝えしましたが、他にも有田みかんが有名ですよね。有田市周辺地域は年間平均気温 16.5 度と1年を通して温暖な気候で、さらに日照時間も長いことから非常にみかん栽培に適しているそうです。特にみかんの甘さが決まる夏、7月下旬から8月にはあまり雨が降らないことも特徴です。たくさん水分を吸うと味の薄いみかんになり淡白なものになってしまうので、適度に乾燥ストレスを与えることで果汁に含まれる糖が増加し甘いみかんになるそうです。移動中にも直売所がいくつもありました。あ、ここ黄色の船が並んでいて映えスポットです。美濃島漁港の船は黄色なんですが、なぜだか知っていますか。これは
船の所属を色分けしたものだそうですよ。和歌山では和歌山市などの紀北の船に緑、美濃島より南側の船には黄色と指定されているそうです。ちょっぴりうんちくー、すいません、調子に乗りました。お目当ての場所に着きました。ここは有田市健康スポーツ公園ビッグスマイルパーク。この公園は多目的の人工芝グラウンドや大型遊具施設があるほか、スポーツを通じて有田市民の健康的な生活を支える健康遊具ルートなどが整備されています。また防災公園としての役割もあって、災害対応トイレやソーラー照明などがあり、主に災害復旧の拠点となるそうです。キッチンカーなども来ていて楽しそうですね。この中にあるエミクルランドに遊びに来ました。なんといってもここの目玉はこれです。迫力満点、高さ 13.3 メートルを誇る国内最大級のハイタワーチューブスライダー。頂上からはくねくねとしたトルネード状のスライダーで高低差のスリルを十分に味わいながら滑り降ります。 3D トランポリンではふわふわの山の上でジャンプしたり、跳ねてみたり、寝転んだり、疲れたら斜面に座って休憩したりしてます。斜めになっているのが少し怖くて楽しそうですね。あ、スリッパや、そういや。スリッパ。普通に履き替えて。エミクルランドにはアスレチックコンビネーション遊具があります。なんとその種類39個。39個ってすごくないですか？本当にいろんな障害物というか、楽しめるポイントが盛りだくさんなんですよね。少し高いところで下が抜けているところもあったり、スリル満点。この先にはスライダーがあるのですが、この角度も半端ないんです。さあ、いよいよ行ってみましょう。恐怖のハイタワーチューブスライダー、 13.3 メートルの高さなので、ここからが階段地獄の始まりです。螺旋階段をぐる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 、目が回る。結構高い。私実は高所恐怖症なんですよ。上からは隣にあるサッカーコートがよく見えますね。下を見ると足がすくむ。では勇気を振り絞って滑ってみたいと思います。チューブの中を通るので景色は見えないんですね。問題はどれぐらいスピードが出るのか。私は体重が重いからスピードが出やすいのかなーなんて考えながら、いざスタート。めっちゃ見えまうわ。すぐ横には珍しい冷凍ラーメンの自動販売機がありました。ここは上から見えていたサッカーコートで人工芝が張られています。水道もサッカーボールになっていて可愛いですね。敷地内を回る周回コースが設置されていて、 A コース約510メートル、 B コース約440メートルがあります。そこにある健康遊具の数はなんと27機。
平均台もあるんですが、その長さがなんと150メートル。私もチャレンジしたんですが、残念ながら最後まで落ちずにはいけませんでした。このエミクルランド、何がすごいって、なんと利用料が無料、駐車場代も無料。ひゃー、太っ腹ありだし。奥にはエミクルドームと呼ばれる手根付き多目的広場があります。サッカー場やドームは利用料が必要ですので注意してくださいね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。皆さんの和歌山旅行の助けになれば嬉しいです。もしこの動画が良かったと思っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。